1582年6月2日、本能寺の変、光秀はなぜ信長を討ったのか。日本史上最大の謎に迫る。これまでのあらすじ。羽柴殿のいつもの手でございまする。織田家切手のインテリ武将明智光秀は、ことあるごとに信長の攻めを受けるようになった。この影ー、バカかお前は。おらん、この薄汚いハゲを撃って。しからば、ごめん。上様、小賢しいわハゲ。今で言うパワハラだった。誰も好き好んでハゲたわけではないわ。光秀は塞ぎ込んでいった。光秀の重臣たちも信長への不満を膨らませていた。切り刻んでやるぜ。さ、サイコパス明智光秀だ。私たち、時源氏とは水と油の関係なのよ。そして、なんと素晴らしい仕事じゃ、将兵衛。溝を締めとも通称将兵衛は光秀の片腕として奔走したが、腐っておるではないか。いえ、これは腐った魚を食わせる気か。将兵衛は信長の言いがかりに激高し、腐れ舟事件を引き起こす。そればかりか、信長を憎み、ダークサイドに落ちた。これも全部、あの男、織田信長のせいじゃ。山城の国、静原城主、藤田幸政も、信長に恨みを持つ一人だった。将兵衛の件で伝語が参ったと伝えよ。それは叶いませぬ。一人になりたい。慣れが尋ねてまいってのどうすな。殿のお言いつけにござりまする。こんな時に、あのお方がいらっしゃったら、お袋様。藤田幸政、通称伝語は、幼い頃から光秀に仕えた。幸政を実の子同様に可愛がったのが光秀の母おまきだった。伝語は学問もよくできますね。重兵衛も見習ってほしいわ。武芸に精が出ますね。伝語、いらっしゃい。握り飯ですよ。お袋様。その後もおまきは二人を見守り続けた。励めよ、ハゲ。1575年9月、光秀に丹波攻略の命が下った。丹波は足利将軍とゆかりが深く、15代義明を追放した信長と敵対していた。文衆と呼ばれる古くからの怒号が割拠し、ゲリラ戦を展開。兵は盛況で南地の国と呼ばれていた。ふふ、毒には毒よ。丹波には源氏が多い。国衆を懐柔する狙いから、源氏の流れを汲む明智軍が派遣されたのだった。はは、明智様、こちらへ。信長の目論みは当たった。八上城城主畑野秀春ら畑野氏は進んで光秀の先導役を務めた。さすがはうふさまの右腕、明智様じゃ。畑野殿、かたじけない。残すは、黒い女王も、赤い直政を、撃てば、頭の古い連中も、降参するでしょう。赤いは、丹波の赤鬼と呼ばれる豪の者とか。所詮、田舎のクソギギーです。やっちゃってください。うむ。光秀は、赤い直政がこもる黒い女王を包囲した。光忠様より、正御使者です。血祭りじゃ、俺を、突っ込ませろ、殿の牛で。たけておるな。ふふふ、よかろう。赤鬼の首をの手前へと、伝えよ。かしこまりました。その時。旗の勢が裏切りました。背後から襲ってきます。
です。赤鬼が言って出ました。十文字だけ、明智をぶち殺せ、ブラー。ブキキ、この時を待っていたのよ。ハタノの罠だった。強撃された明智軍は退却を余儀なくされた。狡猾なクソハタノめ。絶対を、しんがりは、それがしが。弁護、任せた、すまぬ。光秀の丹波攻略は振り出しに戻った。坊主攻めの火星に向かえ。かしこまりました。荒木が謀反者、信忠を助けよ。はは。目まぐるしく各地を転戦しつつ、光秀は丹波攻略に心血を注いだ。あやつらを今度こそ追い詰めました。うむ、皆の奮戦のおかげじゃ。あずきよりご使者にござりまする。どうせ。ヒューガ殿、ご無沙汰でござりまする。これは、ランマル殿、久方ぶりでござるな。丹波攻略の前途が開けた今、光秀は饒舌だった。そうそう、手を焼きましたが、もう一息でござるよ、ランマル殿。こたびは、折檻には及びませぬぞ、ぐすすすすす。ヒューガ殿、ご冗談を。あれはあくまで上位にござれば。さすがは豪力自慢、ランマル殿の到着は聞きますからな。ヒューガ殿もお人の悪い物言いをされますな。ランマル殿の S でござりまするか、グスス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 。こういう時、光秀はねちっこい。して本日は、しからば上様のご指示を。お本上位でござる。は、上様によかれましては、森攻めの準備を着々と進めておられます。つきましては、山陰方面の足場として丹波の地固めを一刻も急ぎたいご様子、お言葉をそのままお伝えいたします。旗の兄弟は所詮じゃこじゃ、本領を安堵しても構わぬ。和睦をし、今月中に今日まで連れてくるように。え、旗のお許せと。上様は日向殿のお骨折りを大変お気遣いになられておられます。大勢の見えた今、明智勢を一日も早く休ませたいとのおぼしめしかと。はは、ありがたく受けたまわりましたとお伝えくだされ。旗の兄弟は和議を疑った。どうせおびきなして殺す気であろうが、信用できるか。上洛する間、それなりの人質を出してもらう。クソ旗の目、いまいましい。ですが、旗野の疑いも一理あるかと。昨日まで戦ったものでござりますれば。だが、人選は難しいぞ。藤田幸政はこの時の言葉を生涯悔やむことになる。私が参りましょう。母上。お袋様。十兵衛も伝後もよく働きました。せめてこれくらいは母にも手伝わせてくださいな。しかし、私が参り、戦も終われば伝後も十兵衛も少しは休めるのですから。おまきは旗の兄弟が信長に会う間、八上城に入った。旗のか、ははきれ、手こずらせおって。おまきは旗野の家来に殺されてしまった。明智軍の攻撃は生産を極めた。八上城は陥落し、5年の歳月をかけた丹波攻略が終了した。光秀は沈黙を守り、家中に喜びの声はなかった。信長め、いつの日か。恨みの炎が燃えていた。